皆さん、どうもどうもよろしく、わらしドラゴン TK です。ではね、今回も、エンチャントアームやっていきましょう。では行きましょう。よーし、でね、行くところがね、あまり分かってないけど、遺跡の中へ外国探査してエセサスの仲間から話を聞こうということなんでね、ちょっと、いろいろ、この中探索していきましょう。これ何？違うかな？違うか。ちょっとじゃあ上行くか。ね。から上行けたし登る、はしごがあれば登るぜ。どこまでもな、どこまでも登ったらあかんねん。はしごのあるだけの動画になりそうな気になるけど、気にするけど。お、勇気専用のポットショットって見える。もしかして勇気仲間に入る系。これ、俺たちが窓を切ったやつを守り抜けるかに、いろんな人の名簿がかかっている。今まで以上に出入り向きの出入りしなくちゃな。そうなんや。で、どこ行きゃいいの？で、どこ行きゃいいの？ウェイ、よっしゃ、いいよ、壊していくぜ。何か出てこいんか。あ、出てきた、陣の星くぞ。いいね。これは向こう行って何をするんや。これは、え、何これ、え、戦う、いや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 、ちょっと戦う、え、何これ、もしかしてこれさ、ちょっと仲間集まってからにした方がいいわ、これ今ね、集まだけやねん、人間がさ、まだここ行ったらあかんわ。あとでね、まあ、裏で、まあ、戦って、ここは入れていきたいと思います。じゃあ、出ていきますか。どこ、ここら辺からなんか出ていけるやんな。ああ、こっから出ていけるな。せやね。よっしゃ、出ていって、屋上行こうか。屋上に勇気いるって言ってましたね。じゃあ、まずは屋上に向かいましょうか。なんかそこで何かイベントがありそうな気するし。にしてもひどいっすわ。あのね。カリン、ほんま。あの料理はやばすぎる。大抵ね、ほんまに、味見っていうものをしてない女性がね、ああ言った。男性でもそうやけど、味見自分でしたら、わかるんですよ。あ、これまずいな。あ、これ美味しいなっていうので、ね。大抵ね、やってないんですよ、味見っていうもの。あんだけまずいものを作るってことはね。それがわからんわ、ほんまに。俺には。よいしょ。うわ、いい、やばい、今のはちょっとやばかったよ。屋上やろ。え、どっから出ていける。あ、この上か。じゃあちょっと上行こう。やっぱりちょっとふわっとするのはダメですね、俺。地に足ついてないと無理やわ。ここに勇気があるんだな。あ、これ壊せないよ。それは知らない。壊してたっけ。あ、勇気いた。勇気発見。話しかけよう。よ、何やってんだ。見りゃわかるでしょ。星を見てる。星を見てる、ね、星をね。なんだよ、柄じゃないって。そんなこと言ってないだろ。一人であちこち旅してるとね、夜なんで。星を見るか、おとなしく寝るか、どっちかしかないのよ。一人で、ずっと一人で旅してる。お腹が空いたらゴーレムを買って。お腹が空いたらゴーレム。それを売っ払ってパンを買って、またお腹が空いたらゴーレムを買って。その生活じゃあかんのかな。シンプルでいいでしょ。悪かった。なんだ？ガキの遊びとか
悪かったよ。そんなの別にいいんだ。なんだかあんた、最初に会った時と比べると抜け殻みたいに、私に勝ったやつとは思えない。抜け殻か、そうかもな。そうかもなんですって。あの時のあんたを思い出しなさいよ。思い出せ。思い出せないなら私が思い出させてやるわ。あ？勝負よ。ちょっと待って。ちょっと入れてないよ。いや、ちょっと待って、やばい。あつま気合いだ、なんか冬疲れがし。あつま気合い入れ直してやるぞ。そのしているからにはふざけているのは、古くているのは許せないからね。その顔って何のな、何のことだよ。うるさい、頼むよ、勝負だぞ。ターン1、あつまだけなんや。あ、疲れたら問題なかったね。ちょっと焦ったわ。サロンフェニックスやっていこう。おしゃい。まさか勇気と戦闘員になるとは思わない。ちょっと強いよ。結構フレアラッシュ。あ、ちょっと待って。でこいつかグラフォースか。オッケー、115。ちょっと待って。えい、じゃあオートしたか、オートしたか、これはオートしたか。サモフェニックススタンピードフレア、これでいいや。よっしゃ、どうだ。よっしゃ、消し済みになったぞ。やったよかった。ええ、何大丈夫か。なんだ、やればできるじゃん。やればできるか。あいつも、あつもはやればできる。あいつ？なあ、もし自分が間抜けなそうで大勢の人を何にしたとしたら、どうする？考えないように。普通は逆だろ。もっと考えるっていうか。勘違いしないでよ。忘れることはできないけど、過去には戻れないなら考えたって仕方ない。その思いを胸にぎゅっと抱きしめて前に進むしかないじゃん。勇気いいこと言う。大体自分のせいだな。何様のつもり？あんた神様、ゴッドオブアツマ。ゴッドオブアツマ。なんか面白い。この世界で起きることは全部あんたがどうこうできるものなの？そういうわけじゃないけどさ。なんかうだうだ悩んでるんだか知らないけど、人間なんて不器用なんだから、すべてを解決なんてできないの。考えてる暇があったら目の前の目標を一つ一つクリアしていくしかない。これが私が実生活で学んだ経験則のやつ。アマちゃんの学生とは違うんだよ。いちいち過去のこと悩んでたら私の生きてきた世界じゃ食べていけないからね。なら、そういうお前には目標があんのか。とりあえずあんたの腕をぶんどる。いや、ぶんどるな。その腕のことますます興味出てきたし。そりゃ、確かに一番目の前にだけど、それってむちゃくちゃ過去にこだわってんじゃん。私にとってあんたの右腕をゲットするのは前に進むことなの。そのためなら私はあんたのことをどこまでも追い回すからね。それはちょっと嫌だな。それは嫌いね。っていうか決めた。何を？何を？私あんたと一緒に行くわ。あ？え？一人じゃ無理でも仲間がいれば解決できることがあるかもよ。
ちょうど一人は飽きてきたとこだったし。仲間？何を？私とは仲良くできないっての？あのカリンって子は仲いいくせに。いや、別にカリンとは仲いいっていうか、向こうは俺のこと仲間どころか道具だとしか思ってないし。はあ？何わけのわかんないこと言ってんの？まあいいけど、とにかく逃がさないわよ。あんたは今から私の仲間よ。うわあ、勇気が仲間になった。マジで？これで正式に。あんた、私はパートナーよ。実を言うとさ、私さ、やっぱ自分より強い男じゃないと好きになれない。好きになってもらったっけ？だから、なんで女の子にそういうこと全部言わせようとするかな？ああ？そのさ、一言で言うとさ、おい！いやだ、そんな急に迫られても、迫られても。ダメだ、勇気、かわいそう。おい、お前ら見つかったか。ここで何してんだ。どう見てもレジスタンスのメンバー。我々は誉れ高き緑光騎士団第7番隊の隊員である。第7番隊？ロンドン王家に背く不忠の輩よ。成敗してくれる。成敗してくれるんですって？ベタくて古臭いセリフは雑魚の証拠よ。ケチョンケチョンにのしてやるわ。あ、そう。行くわよ、アツマ。私たちコンビの初陣をズバッと飾るのよ。もう飾ろうか。おう、おう、おう、えらほら。マジで？てかもう鍵つけられてきてるやんか。3人おるやんか。え、うそ。あ、いや、もっと。うわ、強っ。いや、あかん、あかんって。あかんって、もう。ちょっと、何やってんの、お前は。ちょっと、お前は何やってんのかな。ちょっと、やられたやんか。あ、終わったやんか、これ。終わったやんか、これ。ああ、終わった。ああ、リトライ。リトライ。ああ、ちょっと待って。2回目やで、これ。ちょっと待って。まさかさ、まさかこれがさ、無理やらしやろ？こいつで行くやろ？あ、ちょっと待って、やばい。はい、はい。キュアパウダーで、これで行こう。オッケー、一匹倒した。一匹倒した、痛い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 よ。待って、リカバーパウダー、エーテルリキッド、いい位置が、こいつやね。よし、直せ、直してや。オッケー。ちょ、無理やって、こんなは。よっしゃ、どうだ。いや、いけたし、いけたし、いや、いけたし。さーて、片付いたわね。こいつら、一体何だったか。多分、騎士団の絶好部隊ってとこね。少数で大した装備をしていなかったし。そんなのよくわかるな。よくわかるな。私、これでもプロだからね。え？
え、プロなんや。そこまでもハンターのプロやろ。プロ中のプロよ。なんだから、だから何のプロよ。それより、レジスタンスの連中に知らせなきゃ。騎士団に襲われたら、かなりヤバいんじゃない？そうか。こいつらが石膏部隊ってことは、そのうち本体が。よし、行くぞ。あいよあいよあいよか。アサルト重工を手に入れた。よし、一旦ちょっとスキルで。あれ、ちょっと待って。パーティー編成、ちょっと。あれ、どこにいた？勇気いた。ちょっと待て。スキル、勇気、習得、スキル。おっと、ちょっと、えい、まだ無理かい。まだ無理かい。知らないな。スキル装備とかもね、やっていきたいんやけど、サポートやね、確かに。ここら辺やね、まだできるのは。マジか、習得やろ。知らないな、今のところはな。成長もまだできんやろな。あ、今は30しかないんか、そりゃ。じゃあちょっとやっとくわ。あー、素早さが、素早さがやな、ほんまね。一応こいつの高いやつを重点的に上げていく感じでやっといて、 HP と直接と素早さね。まあ関節もちょっとやっとかなあかんかなとは思うんやけど、まあ援護はいらんかなっていうね。一番低いし、まずまずそれ一番低いからね。よし、じゃあまあ一旦どこに行きゃいいんかな。ああ、え、どこに行けばいいの。レジスタンスの仲間に知らせよう。広間に行った方がいいのかな。宿舎はどこにあるんだ。あ、宿舎、そういや、あそこの上に どっかにあったな。人はおらんと。よし、まあここで上がっていこうか。よいしょ、おい、よいしょいと。で、宿坊がこっちじゃなくて向こう側にあるんだよな。てかちょっと待って、あ、下に、や、下におった下におった。宿坊に行かなあかんかな思ったけど、下におった。ちょっと待って。おい、なんか死んねえけど、騎士団の連中が攻めてきてるぞ。さっき屋上で何人かやっつけたんだけど、そいつらは石膏部隊っぽいんだ。多分もう囲まれてるわよ。ぐるぐるぐるって完全にね。騎士団がここを包囲しているだと。バカな、アジトの場所がバレるわけ。どうなってるんだ。バレてるってどういうこと。どうすりゃいいんだ。裏切り者がいるんだ。そうじゃなきゃこの場所がバレるなんてありえない。みんな落ち着くんだ。いや、お前が一番落ち着け。今は裏切り者の内通者を探すよりも、ここをどうやって脱出するか。何をうろたえてるのよ。カリン、さっきまでの異性はどこに行ったの。集まっては見たものの、実際は戦う気概なんてこれっぽっちもないのね。我々を批判するのかね、カリン君。だってそうでしょ。もう完全に包囲されているのなら逃げられるわけないわ。ならば戦って切り抜けることを考えた方が賢明よ。完全に包囲こいつは、こいつなんかが怪しいな。どうしてそんなことがはっきりわかるんでしょうね。まさかカリンさんたちが裏切り者の内通者。救いようがないわね。そうやな、救いようねえな。なんで私が内通なんてしなきゃならないのよ。あんたが新しく連れてきたやつ、そいつはどうなんだ。いい加減にしないと怒るわよ。とにかくレジスタンス活動なんてしていた者は捕まれば重罪に決まってる。最悪死刑よ。そして逃げ場もないならば戦うしかないでしょ。みんな覚悟を決めなさい。こいつら全員クズやな、ほんま。
今こそレジスタンスの心意気を見せつけてやる時よ。私たちが腰抜けの鶏の集まりではなく、ロンドンのために戦う気高く惜しい獅子だということを見せる時よ。さあみんな持ち場につきなさい。戦わな無理やろ。訓練を受けているはずでしょう。何を食べられているのです。早くなさい。やってやろうじゃないの。こうなったら戦うしかないわね。よし、やるか。うん、やるしかないねんから。なんかすごかったな、カリ。そうやな。何が？いや、なんか立派な感じだったぜ。ほんとほんと、すごい偉そうだった。見事な工場でしたぞ、カリン様。ねえ、俺たちはどうすりゃいいんだ？私たちは遊撃隊よ。みんなが持ちこたえているうちに敵を確保撃破するわよ。おお、そういうことね。カリンが合流した。ライガが合流した。で、入れていかなあかんと。ガリアシールズもいらんな。ならやっぱり人でいかんだな、やっぱな。下にな、あ、おんねんよな、これな。ちょっと待って。ん？ああ。下。ライガ。オッケー。全員人間で生きることができた。あ、勇気ちょっと待て。勇気 SP ねえぞ。それまだないんか、それ。そういやないんか。ちょっと待ってよ。一旦ちょっとゴーレムを生成しときたいよ。まだできないのか。こいつ外れるスキルだな。アサルトカノン。もし合成したよ。スキル購入。おう、ハイショット。バンバリでショット。メガシュートはカリンから後でいいとして。一旦。つけていこう。つけていかんことには何も始まらん。スキルで勇気を習得のスキル。全然無理、全然無理。おっと、うわすげえ、アンバリアショットめっちゃいいやんか。アンバリアショット欲しい、早く欲しい。しゃあないな、今のところやっていけるのはあれだけやし。上に行くところやろ。出ていくねやな、確かに。どこから出ていくの？上？それともこっち？どっち側？外角。おここか。ここっぽいな。そんな気するわ。受けて立つわよ。おう。よし、じゃあ今回こいつだけ一匹だけやってから俺にしましょう。おお。オートジャイ。よっしゃ。よっしゃ。いいね、いい感じ、いい感じ。さあ、それよ。やはり4人でやったら一番早いね。全員倒していくか。そんな時間かからんけどし。まだ敵は残ってそうね。次の敵を探すわよ、アツマ。おう、探そう。こっちでもおらんと。なるほど。ってことは、あの上行かなあかんねんな。ちょっと待てよ。敵を出てこえへんねや。敵出てくる気配全くないもんな。光らもん。じゃあちょっと上行くか。上行って、よっしゃ。でどこにおるかやな。
どこに行ったらいいやん。こっちか、合ってるのかな、これ分からへん。合ってることを願う。あれ違うっぽいぞ。なんか全然おらんで、全然おらんで。ちょっとちょっとおいのかな。これは出るのか。下行くやろ、また下行くやろ。あれ、そう、誰もらんやんか。いや、おった、なんか今おったで、なんか今おったで。よいしょ、移動に時間がかかるわこれ。ちょっとうざいわこの、これが。おったおった、レジスタンスよ、無駄な抵抗はやめろ。貴様らが犯した罪は国家に対する重大な。ご託はいい、行くぞ。確かにご託はいい、別にいらん。よっしゃ、やっていこう。どうだ、4体か。あ、4体ね。よっしゃ、素晴らしい。何、ちょっと待って。よっしゃ、よっしゃ、これでいける。オッケー、2匹は倒したけど、なんかちょっとオート、ちょっとやばい、あかんな、これ。もうちょっと、はい、お、いけた。よっしゃ、いけた、終わった。レベル上がった、めっちゃすげえ。落ちたものか。次の敵を探すわ。おう、探そう。まだどこある？ああ、ここら辺か。悪いけど、あ、じゃあ、それはできない相談よ。ちょっと飛ばしてもらって、まあ、しゃあないな。今のはしゃあない。まさか出てくると思う。出てくるのは分かってないけどな。お、なんか強そうな敵おるわ。よっしゃー、ほら、よっと、暴れよ。よっしゃ、準備完了。よいしょ、ウェイ、いいね、素晴らしい。よし、いいぞ、いい感じ、いい感じ。よし、倒した、倒した。早いわよ、アツマ。まだ敵は残ってるわ。そうやね、残ってる、残ってる。ここにあと一人だ。抵抗する者は切るぞ。はいはい、雑魚は黙ってなって。確かに雑魚は黙ってる。王家出てくるんちゃう、そんな気する。お、あ、あいつらか。よし、お、4人で行く。おお、すげえ。で、ひとまずな、勇気は HP 上げていかんとあかんな。よし、おーい、残っとんのかい、残っとんのかいって。ナイス、もらった、もらった。おー、1000がすごい。獲得 SP 630か。騎士って言っても意外とちょろいもんよね。これであらかた片付きました。そうやな。そうね、一旦広場に戻ってみましょうか。まだ襲撃があるかもしれないし、今後の方針を練らないと。うん、方針練らんとね。よし、ここはもう行ける？行
ける、オッケー。一旦まあ今回はここら辺でやめておきましょうかね。ちょっと時間が迫ってきてるんでね。ではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。